私はきっと恵まれていると思う。さなえさん、ちょっと根詰めて働きすぎじゃない？本当に申し訳ありませんでした。恵まれているはずなのに、やりたいことをやってるはずなのに、どうして。もうその動き知られて、痛い痛い